こんばんは、入山明子です。10月18日日曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は坂東市茨城県へ行ってまいりました。残座岬以来ずっと応援をいただいています茨城の母、父と呼んでいる岩崎電機さんでのキャンペーンでした。これまでと異なるのが、コロナ禍ということで感染対策、そして密を避けて入場の規制を行っていただきながら、検温、消毒を徹底してのキャンペーンとなりました。こんな中にもかかわらず、駆けつけてくださった皆様、近隣の親戚一同の皆様、お顔を見るたびに笑顔があふれる、そんな皆様との楽しい時間を過ごさせていただきました。歌える幸せを感じながら、そして一人ずつ増えていく歌の輪、仲間の皆様との楽しい会話を楽しむことができました。いただいた蝶のかんざしをつけて、そしてジャケットのブルーの着物、もうワンポーズは秋らしい振袖を選んでみました。鋼船団の皆様と社長とご一緒に、そしてお帰りになる皆様、お見送りするときに撮った動画、いつもいつも応援くださる皆様との名残惜しいお別れの瞬間です。岩崎電機春子さん、そして社長、音響を担当してくださったり、いろいろな方のご尽力で、大好きな歌うこと、今日もたくさんのお話をしながら歌も歌わせていただきました。こういった機会が少しずつ増えていきますように願っています。明日もまた動く日になりそうです。しっかりと寝て、体調管理を万全に、安心して安全に楽しめる、そんな毎日でありますように。それではおやすみなさい。